最近うちの庭に知らない男の人がしょっちゅう入ってくる。小手まりの花が気に入ったみたいで、もっと水をやれ、できるだけ長く咲かせろと指図をしてくる。警察に通報したが、実害がないし、どこの人かもわからないから、見かけたら口頭注意しますとしか言ってもらえなかった。それを職場で愚痴ってたら、男全員がおかしいみたいな言い方をするな、と怒鳴りつけてきた同僚男性がすれたい。知らない男の人が庭に入ってきて困るとしか言ってないし、これだから男は、みたいなことは一言も言ってないのに、男全員を警戒するような言い方だ、失礼だ、と激怒。係長がなだめてくれて解散したんだけど、翌日、その同僚男性が寄ってきて、若年性のなんとか聞き取れなかったと診断されて薬を飲んでいて、そのせいで気分の上下が激しいんだと言い訳された。そうなんですか、大変ですね、と言ったら、その言い方も気に入らなかったようで、また激怒して離れていった。めんどくさいから次から避けまくろうと思う。